未来的每一天，我都希望有你在我身边，陪我一起拍更多的影片，一起创造更多的回忆。我们一起面对生活中的挑战，一起分享生活中的每一个小确幸。那讲，你愿意嫁给我吗？私と結婚してください。今から台北行きます。台北嬉しい安いけど。公園台北岐阜県。どこに刺すの？ドルル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 ルデン。ああ顎ウェイターウェイビング。もうこれ言っとけば安心間違いない。台北行きます。谢谢フォーユエン谢谢フォーユエン。レッツゴー台北。すごい、なんでこんな暗いの？台北駅これが台北駅って書いてあるやん。そう、こんなんなんや台北。ゆくそ台北。どうも。なんちゃん、人生初めの台北。いつも降り立つだけ台北駅の前。ああめっちゃ近かった。初めて台北駅見た。そう、綺麗綺麗ね。看起来好好好好好楽しみ好好玩好好玩。広いね。めっちゃ広い。綺麗。え、やばいね。部屋はこんな感じ。すごい。めっちゃ広い。広いですね。広い広い。超高級感のある。歯ブラシ。日用品セット。ファンのホテル泊まんの初めてやからさ。怖ない。これが冷蔵庫。冷蔵庫。え、アップルジュース、オレンジジュース。水、炭酸水。お菓子？お菓子？ナッツ置いてある。ナッツだよね、多分。ベッドの横置いてはなんかこの子も止まった。いや、思った私も。うわ、なんかいきなりトイレだ。違えて開けたらこんにちはってた。え、広いやん、めっちゃ。シャワー。広いね。広いからキャリーケースめちゃ置きやすい。めっちゃいいよ。台北、台北、台北、初台北。めっちゃ楽しい。もう歩くだけで楽しい。台湾の匂いする。面白い。え、待って、めっちゃいい匂いした今。エリンギみたいな。食べたい。お腹足らん。ウスラン、キャブケてか歩きやすめっちゃ歩きやすいんやけど。予定変更、鍋を食べに行きますステーキ食べようと思ったらめっちゃ日本語やったからやめました。せっかく台湾来たんで台湾っぽいものを食べます。火鍋、私初めて食べたことない。来た台北。どうれんですか？ハンドレンですね。ハンドレンですね。え、ここなんかすごい
屋台みたいな、なんか服屋さん、雑貨屋さんか。え、何あれ、かわいい。西門町の有名なスポットかな、うん、こっちの方が良さそうですね。台湾のお土産、台中のお土産。大丈夫です。かわいい。餃子。餃子。縛ったら餃子。このポーチ欲しい。小物入れ。500円。うん、めっちゃ欲しいこれ。そうそう、すごい匂い、種類すごい。はいはい。どうぞかけてください。うん。長い。そもこのタレが食べれるかわからん、私は。 OK、 吸わないの。興奮して立ってる。見て、生姜が丸々入ってたり、うん、人参なんちゃら人参みたいなのを焼いてくれたの。辛い、辛い、辛い。でも美味しい。辛い。すごいいろんな香辛料の味がして美味しい。日本にないかも、この味は。なんかキムチでもない感じ。うん、はい、油条。油条。汁吸ってめっちゃ辛い。でもめっちゃ美味しい。辛い鍋が絶対油条食べる。そうなんや、初めて知った。ちょっとサクサクが残ってて美味しい、うん、しびれ系。めっちゃ合うね。辛い。すごいね、チーズ。え、なにこれ。イノシシの血。うわ、ずっと入ってた。うん、最初から。
バー好きでもこれは無理食べれない、食べれない、ゼリーなんかゼリー溶けてない、あったかいゼリーみたいな感じ。こっちの辛いやつ辛いけど結構すっきりした辛さで美味しい、なんかずっと食べられる、辛いけどさっぱりって感じ。なんかこっちは体に良さそう、お肌にいい感じ、意外と癖なくて食べやすかった。エビリーシシ、はい、シシエビいただきやーん。うん、うん、うまっ、ニンニクがめっちゃ合う、本当にいいと思う。ほぼ全種類でもう一回行きたい。なんかね、美味しそうなのしかない、びっくりした、全然見たことないやつあんの、アイスない国の人みたいな遊園地なんとスナックが無料で、そう、でこれもらいたいな、うん、九州のり味お部屋で食べたい。いいよ、めっちゃ台湾のやつ多くていいね、なんか台湾のやつ。那讲，我们一起拍 YouTube 影片的这段日子，是我生命中最珍贵的时光。从我们决定分享我们的生活、冒险和梦想开始，我的频道不仅成为了我们的工作，更是我们的爱情的见证。每一次拍摄，每一次剪辑，每一个笑声和每一滴泪水，都是我们共同创造的美好回忆。无论遇到什么困难，你总是能给我最大的支持与鼓励。一句“来就不来哟”，就能让我重新振作。每当我看到你在镜头前的笑容，我的心也是充满了幸福。今天我想在这个对我们意义非凡的地方，说出我一直以来藏在心里的话。未来的每一天，我都希望有你在我身边，陪我一起拍更多的影片，一起创造更多的回忆。我们一起面对生活中的挑战，一起分享生活中的每一个小确幸。那讲，你愿意嫁给我吗？私と結婚してください。
ったけどさ、うん、なんかされたらされたらなんか頭が全然ついてこないかわいいこれ明るいところで見たい。なにこれ。なんでこんなしてみんな。なんか光ってるとこで見たい。喜欢的话记得订阅，还有追踪我们的 IG 还有脸书哟。東京から飛行機で約30分。いかが気軽に旅行したり、もっとときは隣の友人でした。